はい、Kコレクション、今回は2015年5月15日の大阪大会から UWA 上級選手権試合チャンピオン佐藤悠基対カジトマトの一戦、独占公開しちゃいます。これね、あのテレビでも放映されてないし、DVD もなってませんので、まさに初公開です。あの海援隊道場のインフォメーションチャンネルでは若干ね、しましたが、試合をねほぼノーカットでお見せいたします。まずはカジトマト、華麗なトマトダンス、はい、誰でも踊れるねトマトダンスで、今カジトマトはね本当、子供からお年寄りまで、なんで問わず大人気のカジトマト、どこに行ってもね明るく楽しい、トマトの試合はねお客さんを引きつけております。この大阪大会のねその一戦を見つけ、試合前にねすでにね、みんなトマトに視線が集中しております。そして、続いてチャンピオン長月に入って、すっかり悪くなってしまった佐藤悠基、ヒールっていう悪い子、今までにありそうでなかった悪い子レスラーというね、新しいポジションを築き上げた悪き子、悪い子レスラー佐藤悠基の入場でございます。なかなか出てきますね。これなんか散らしてるんでしょうか。さて、なんかマスクをかぶ、別に彼はマスクマンになったわけではなく、これもね相手をおちょくる常套手段なのかもしれません。しないようにし、完全にこれはおちょくってるとしか思えない。白のマスクをかぶって、今チャンピオン佐藤悠基がコールを受けました。あ、ここでマスクを脱いだ。このマスクは何の意味があるでしょうかね。これは分かりませんが、ちなみにね、前チャンピオンはこのカジトマト、このカジトマトからベルトを取ったんですが、はい、いきなりしないで、そういう方は悪いですね。悪いと、佐藤悠基がチャンピオンらしからぬ奇襲攻撃へ、そして場外へ流れ込む、いきなり、はい、リング上に戻って、トマトが、エルボーを見舞うけど、顔をかきむしって、形勢逆転から殴りに行ったけど、それを避けて、おっとカジトマトが遠心力を利用した、シコシコのねヘッドシザースホイップで投げた。やはりねトマトの動きはすごくいいですね。そして先ほどねちょっと場外戦の怒りをぶつけんばかりにコーナーで見つけ、いいですね。こういうラフもできるようになったカジトマト、本当ねあらゆるスタイルに対応できるカジトマト、コーナーに見つけて頭部を蹴っている。結構ね荒っぽいですねこの日のトマト。佐藤悠基にはね随分とねえらい目に遭わされてきてね、リターンマッチを申し込むもなかなかね挑戦を受けてもらえず、やっとこの大阪大会で、ね、組まれたということで、はい、トマトとしてはね正候補で、メガヒでもベルトを取り返したいところでしょう。まあこの2人ね、まあこういう立場ではありますが、実にテクニシャンなのでね2人のね手がすごいあって、試合はね毎回いつもハイレベルでね本当軽量級らしいいい試合をしてくれるんでね、はい、そこにこの佐藤悠基の悪さが加わってね、よりこう戦いに厚み深みが増したりして、はい、ロープのフルがスライディングでかわし突っ込んできたところに、カニバサミでコーナーにぶつけるという、そして、両足を引っ張って、ちょっとセコンドに見えませんが両足を引っ張って、途中にいわゆる急所攻撃、これ反則になりますね、はい、あとセコンドは SFU の面々が止めにというかレフに抗議している間に、佐藤悠基が何ですかね、どうやら最近佐藤悠基は得意としているお客さんを使って急所攻撃を させてしまうとね、私も一応やられたんですけど、ね、ちっちゃい子供までね足を引っ張ってしまう、なぜかこのね佐藤悠基の作戦に乗ってしまうね、子供やお客さんが、ね、最近増えているという謎の展開です。でロープに振ってカウンターのエルボー、実
にね、マガツキに入って、このアークの悪いインサイドワークが長けてきた佐藤勇気、以前ね、本当はバリバリ正統派でやってた時には見られなかったね、戦い方を見せるようになって、なんか本領を発揮したなっていう、本当、多分素の部分ではね、こういうやつなのかもしれません、佐藤勇気は、はい、実に生き生きした戦いをするようになってね、まあ、可愛らしい顔するくせに悪い子ですよ、本当悪い子って感じで。という気ですが、今ロープに押し付けて踏みつけて、よつない、こういうのはね、長時間やられてもらうとね、肉体的にも変なトマトダンス、はい、誰でも踊れるね、このトマトダンスで今、トマトはね、ほんと、子供から年寄りまで、なんで問わず大人気のカニトマト、どこに行ってもね、明るく楽しい、トマトの試合はね、お客さんを引きつけております、この大阪大会のね、その視線を見つけ、試合前にね、すでにね、みんなトマトに視線が集中しております。そして、続いてチャンピオン長月に入って、すっかり悪くなってしまった佐藤勇気、ヒールっていう悪い子、今までにありそうでなかった悪い子ですね。前チャンピオンはこのカジトマト、カジトマトからベルトを取ったんですが、はい、いきなりしないで、そういう方は悪いですね、悪い子。佐藤勇気がチャンピオンらしからぬ奇襲攻撃へ、そして場外へ流れ込む、いきなり、はい、リングに戻って、トマトがエルボーを見舞うけど、顔をかきむしって形勢逆転から殴りに行ったけど、それを避けて、おっとカジトマトが遠心力を利用した、シコシキのね、ヘッドシザースホイップで投げた、やはりね、トマトの動きはすごくいいですね。そして先ほどね、ちょっと場外戦の怒りをぶつけんばかりにコーナーで見つけ、いいですね、こういうラフもできるようになったカジトマト、本当ね、あらゆるスタイルに対応できるカジトマト、コーナーに打ち込んで、クラフトにね、新しいポジションを築き上げた。ワルキューの悪い子です。佐藤勇気の入場でございます。なかなか出てきます。これはなんか焦らしてるんでしょうか。さて、なんかマスクをかけた。別に彼はマスクマンになったわけではなく、これもね、相手をおちょくる常套手段なのかもしれません。しない。完全にこれは遅くってるとしか思えない。白のマスクをかぶって、チャンピオン佐藤勇気がコールを受けました。あ、ここでマスクを脱いだ。このマスクは何の意味があるでしょうかね。これは分かりませんが、はい、ちなみに はい、 K コレクション、今回は2015年5月15日の大阪大会から UWA 上級選手権試合、チャンピオン佐藤勇気対カジトマトの一戦、独占公開しちゃいます。これね、あのテレビでも放映されてないし、DVD もなってませんので、まさに初公開です。あの海援隊道場のインフォメーションチャンネルでは若干ね、しましたが、試合をね、ほぼノーカットでお見せいたします。まずはカジトマト、カレー頭ボケっていうと結構ね、荒っぽいですね、この日のトマトは。佐藤勇気にはね、随分とね、えらい目に合わされてきてね、リターンマッチを申し込むもなかなかね、挑戦を受けてもらえず、やっとこの大阪大会でね、組まれたということで、はい、トマトとしてはね、正候補で是が非でもベルトを取り返したいところでしょう。まあ、この2人ね、まあこういう立場ではありますが、実にテクニシャンなのでね、2人のね手がすごいあって、試合はね毎回いつもハイレベルでね、本当に軽量級らしいいい試合をしてくれるのでね、はい、そこにこの佐藤勇気の悪さが加わってね、よりこう戦いに厚み深みが増したりして、はい、スロープのフルがスライディングでかわし突っ込んできたところに、カニバサミでコーナーをぶつけるという、そして両足を引っ張って、ちょっとセコンドで見えませんが、両足を引っ張って